はい。それでは、第6回目の授業の補足を始めていきます。巡回セールスマン問題の整数計画モデルの話をしていまして、その2つ目の、えっと、モデルを紹介しようと思います。えっとですね、はじめに、あの、ご紹介したモデルの途中のところをここに書いてます。途中ってのは、これは正しくないモデルなんですけれども、えっと、XA という 変数を使って、それが1であるか0であるかってことで,でですね、その A という項を使うか使わないかってことを表すと。で、各頂点、各都市に対して、その出ていく項の中のちょうど一つを使うというのがこのデジ数制約。で、入ってくるものちょうど一つ使うというのがこのイリーズ数制約というふうに言ってました。で、まあこれだけでは足りないから、まあどうしましょうかって形で、えっと、第1の、えっとですね、モデルにおいては、 えっと、部分巡回路除去制約というものを考えて、その各ですね、この都市の部分集合に対してある制約がくっつくというような形の制約を書いていました。で、この第2のモデルではですね、まあ、ここまでは同じです。うん、ここまでは同じなんですけども、この後、この、こういうふうにですね、この分かれてしまうのを防ぐための別の方法を与えるということになります。で、そこではですね、どういう考え方をするかというと、えっと、あの、変数を、ね、まず増やします。 変数を増やします。で、各都市 i に対して、この πi っていう変数を使うんですけれども、その πi の値は1から n までの整数を取るということにします。今までですね、定式化、モデル化で使っていた変数というのは、どれも0か1という値を取るという形にしていたんですけれども、ここではですね、1から n というまあ広い 単位の整数を取るということにします。n っていうのは総都市数ですね。この v という集合の要素数でした。はい。で、この π i はどのように解釈されるのかというと、π i が k である。 がこの都市愛というもののをこの巡回で、すね巡回ににににおいいて平板目に訪れるるという,ふうに考えるってことにしますで、まあ、以後ですね、この π1 は1、つまり、あの、初めに訪れる都市は1番目の都市であるっていうふうに、これ固定します。で、そうするとですね、このように、こう、順番に訪れるときに、まあ、あの、この、えー、っと、平路ですね、平路だけを見ると、どこから始まってるのかっていうのはわかんないんですけれども、まあ、一応、この1番、ここから始まるんだっていうふうにしましょう。で、そうすると、 えっと、これはですね、1、3、5、6、4、2、1という順番でおどれお訪れてますから、えっと、3番目の都市が2番目に訪れる、ませんね。都市3が2番目に訪れる都市なので、π3 が2になると。いいですね。えっと、都市 i を2番目に訪れると、ね。で、都市5が3番目に訪れる、訪れられるので、π5 が3であると。こんな形になります。都市2は最後、6番目に訪れられるので、π2 が6という形になるということになります。いいですか <laughs> いいですかっことになります。で、これはですね、あの別の書き方をすると、えっと、ま、あこの一二三四五六という値があって、これが、えっと、順番に何に、えっと、割り当てられているかというと、えっと、π1,π3,π5, えっと、π6,π4,π2 ですね。この形になってると。で、この、えっと、この、そうですね、一三五 642というのをたどると、135642という形で、えっと、この巡回路ですね、回り方っていうのが得られるという形になっているということになります。で、このような変数を使います。で、ちゃんとですね、この変数がここに書いてあるこの解釈を、をこう満たすような、えっと、制約をつけてあげるってことを考えます。えっとですね、ちょっと強調しなくてはいけませんけども、これはあの変数 πi、これ使うんですけども、先ほどの,の xa というのを同時に使います。 だから、πi っていう、えっと、この n 個ですね。各都市に対する変数と、各個に対する変数両方とも使うってことになります。でですね、それで制約として先ほどのその x に対する入りジ数制約とデジ数制約というのがあったんですけども、その他に、ここに書いてある制約を考えます。で、この制約はどういうことを意味しているかっていうと、個 ij を使うときには、i の次に訪れる都市が j であることを、えっと、強制するような、 この式を考えます。で、それがですね、ここに書いてある式になります。ですね。で、個 ij って何だったかっていうと、もう一度書くと、i から、i から、j に向かっている、このことを、このかっこ ij と書くだったということをま思い出すということになります。はい、それでですね、どうするかなんですけども、この式って何なのかってことを、えっと、考えます。でですね、これはその、X、i、xij っていうここに先ほど考えていた、えっと、 変数があるわけです。だからこれはその、この i から j に向かっている、えっと、この項がですね、この順回路において使われているか使われてないかってことを表す変数でした。で、πi と πj っていうのは先ほど言った通り、その i という年はや j という年が何番目に訪れるのかってことを表すような変数だったということですね。で、この式何なのかと考えます。で、これはですね、えっと、かこれ xij が1の場合と0の場合があるわけです。 で、ちょ、っと分けて考えましょう。で、xi がこれ1だと、ここの部分これ n になります。n になります。で、これ n が左辺にあって、右辺にも n があるので、まあ、この二つ n が消えると。いう形になります。で、この πj、マイナス πj を右側に持っていって、マイナス1を左側に持っていくと、こんな形になります。ね。πi プラス1が πj かと。ういう形になると。ですかね。で、xij が0の場合、この ij という子が使われない場合は、この n, xij が0になります。 0になりますので、まあこれ整理するとこんな感じですね。πi プラス1は πj プラス n 以下になると。こういうことになります。ですかね。で、先ほどですね、この πi とか πj っていうのは1以上 n 以下の値を取るっていうふうに言ってました。ですね。1以上 n 以下の値を取るって言っていたので、えっ、ー、と何かというとですね、この πi プラス1っていうのは、えっ、ー、とですね、πi プラス1っていう、えっ、ー、と何、どう言えばいいかな。えっ、ー、と、πi プラス1っていうのは、えー と、これは、だから π、どうしようかな。じ、ま、ゃ、まずこ、えー、っと、だから πj を変えましょう、ね、πj はこれ1から l の値を取るわけです。だから、えっと、何を言うかっていうと、えっと、πj の値が、なんであっても、あ、ちょっとこれは、えっと、πj の値がなんであって、ちょっと待ってね。 と、これは説明が良くないので、ちょっともう一回やり直します。えっ、ー、とですね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、やり直すんですけども、えー、と今この πi の値は1から j まであ1、1から n までの値を取るわけです。だから、πi プラス1っていうのは必ず、えっ、ー、と、2以上、えっ、ー、と n、n プラス1以下になります。必ずですね。ね、まあ、それはその πi が1から n までの整数を取るというふうに言ったからです。 いいですかね。で、そうすると、な、これ何を言ってるかっていうと、これ πj も1から n までの値を取るので、えっと、πj の値が1であったとしても、これ πj が、これ πj も1から n の値を取るんだけども、一番小さい1という値を取ったとしても、この右辺っていうのは、えっと、小さくても n プラス1までしかならないわけです。ですね。 小さくても n プラス1です。ってことは何かっていうと、えっと、πi という値が何になろうが、πj という値が何になろうが、この不等式は必ず満たされます。わかりますかね ?πi が1から N の値何をとっても、πj が1から N の値何をとっても、この不等式は満たされます。つまり、この x, i, j が0のときには、この、えっと、不等式というのは、まあ、あってもなくても良い不等式。あろうがなかろうは必ず満たされる不等式になります。という いう意味で、その制約としては意味がない不等式になるわけですね。だから、これがその制約として、この不等式が制約として意味があるのは、この xij が1のときのみになります。じゃあ、xij が1のときにどうなっているか考えます。そうするとですね、どうなっているかというと、今ここに書いてあるとおり、x i プラス1は yj 以下なわけですね。で、えっと、先ほど言ったとおり、y1 は1であるというふうに、固定しました。固定しました。 ですねで。そうすると、この式から何が言えるかっていうと、xij が1の時には、I、yi プラス1が y j 以下なので、これ1から3に向かっているうこれが今使われているわけです。だから今これ x13 は1です。ですね。x13 は1なので、そのことから、π1 プラス1が π3 以下じゃないといけない。こういうことになるわけです。 で、これをいいので、今、この π1 と π3 は、どちらも整数だから、このことから π3 は、必ず π1 よりも真に大きくなってはいけないと。こういうことになるわけです。ここですね。この部分から。よろしいでしょうか。じゃ同じように、今これ、じゃ3から見て、これ3から5に行く、えっ、ー、と、項を使ってます。だから、えっ、ー、と、x35 1です。x35 1ですから、同じことを考えると、π3 プラス1は π5 以下になります。ですね。この式ですね。 でそうすると、ここから、先ほど言った通り、π3 と π5 は、両方とも、えー、と整数ですから、同じように、π3 は π5 未満になると。π5 ですね。π5 <laughs> 未満になるということが、この式が出てきます。制約から。ってことを順番に続けると、今、これ1、3、5、6、4、2という順番に、まあ、この順回路、巡ってるとすると、えー、と、このような状況はですね、えっ、ー、と、この式から、 この式からどういうふうになったらいないかっていうと、この π1 は必ず、えっと、π3 未満で、π3 は π5 未満、π5 は π6 未,未満、こんな形にならなくちゃいけない。っていう形になります。で、今、えっと、π1 は1だってことは、今、えっと、固定していたわけです。で、一方で、えっと、この、えっと、変数どれも n 以下ですから、この一番大きいという間のこの π2 っていうのも n 以下じゃないといけないということになります。で、えっと、ここにはですね、で、今この場合はこの n6 です。で、ここにはですね、ちょうどこの6個、 変数が並んでいて、一番小さいのが1、一番大きいのが6、で、すべて異なるってことになってるんで、この状況から、つまりこの上に書いてあるこの式から、π1、えっと、から π2 の値が全部、あの、決まります。ただからこの場合は、π3、えっと、が2で、あ、これが π3 じゃなかったですね。π3、えっと、が2で、π5、えっと、が3で、π6 が4で、π4 が5で、π2 が6と。これが結構決まるってことになりますね。 ね、だから何を言っているかっていうと、このように、これ、順回路はですね、順回路この、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、えー、と選ばれた、使うことを決めた項、こう、ここう、順番にたどることによって、このようなですね、えっ、ー、と、一つの単一の平路が生まれる場合には、この制約から、ちゃんと先ほど言った通り、この πi というのが、その i という年を何番目にこの単一の平路が訪れるのかという、この順番を表すような値になることが、この式から強制されるようになります。 でそういう意味で先ほどの解釈がちゃんと成り立つようになるということになります。で、問題もう一個あって何かというと、このような式を使うことで、先ほどあった嫌なですね、この単一の経路にならないようなことが起こらないってことを言う必要があります。じゃあそういう場合ちょっと考えてみましょう。例えばこんな感じ。この1、3、2っていうのと、この4、5、6っていうのが分かれてしまっていることが起きると、あ起きるってことが、この制約を課すことによって起き得ないってことを言います。 ですかね。じゃあ、今、例えば、じゃこの1、3、2って、このへ部分の平を,を見ると、1から3に向かっている子、3から2に向かっている子、2から1に向かっている子って、この3つを使っているわけです。だから、1、3が1で、2、1が1で、えっと、ここ間違ってますね。ここ間違ってますけども、ちょっとここは見なかったことにしてください。ここは見なかったことにして、ここは見なかったことにして、えっと、x1、3が1、x2、1が1、x3、2が1ですね。すみません。3、2が1。 っていうふうになっているわけですね。この、えー、っと、部分を見ると。で、えー、っと、この部分、この xij が1っていう仮定を満たしている部分に対して、これ書きます。この太式書きます。で、そうすると、こんな感じの、あ、すいません。逆のところやってました。今、123じゃなくて、すいません。この今、ちょっと読み、こっち側を読みます,すいません。だから、えー、っと、もう一度やると、えー、っと、今書いたのとは同じようなやです x45 が1で、x56 が1で、x64 が1と。この3つですね。この3つに対して、 この式適用しますと。でそうすると、この3つの式が得られると。ここはですね。こういう形になってます。いいでしょうか。で、この3つの式、あの、えっ、ー、と、今書いてるんですけど、これ、けども、これ、これ足しましょう。こんな感じになると。で、そうすると、えっ、ー、と、左辺の方は x4 プラス x5 プラス、え、あ、そう、π ですね。π4 プラス π5 プラス π6 がプラス3になって、右辺の方は π4 プラス π5 プラス π6 になりますで。そうするとですね、この変数の部分、この3つの分、えっ、ー、と、変数の部分。 は、こう同じなわけです。で、同じなんだけども、左辺の方はプラス3がついてます。で、左辺が右辺以下ですよっていうふうに言ってるの、これ起き得ないわけです。どんな風な値が π4π5π6 に入ったとしても。いいですね。ってことは、これ矛盾です。 つまり何かというと、このようにその部分的にこの平路ができてしまう、あの、全体が単一の平路にならないってことが、この制約を犯すことによって起きないということがわかりました。つまり、えっと、このような、えっと、複数の平路で、えっと、この解が構成されることは、共用解が構成されることはあり得なくて、許容解が必ず単一の平路になるということが言えるということになります。で、これによって、正しいモデルが得られるということになります。じゃあ、モデルをまとめます。 こんな感じになります。変数としては、先ほど言っていた通り、この xa ですね。各個に対して0と1の値を取る変数 xa と、各都市に対して、えっと、1から n までの、えっと、整数を取る πi という変数をつけると。ただし、π1 は1であるとに固定します。まあ、だから、これ、これはだから、そもそも、だから、π1 を考えなくてもいいんですけども、えっと、ま、これを、あの、わかりやすさのとにこういうふうに書いておきます。で、えっと、制約としては、入りジ数制約。 じゃなくて、これ、でジ数制約とイリ次数制約。で、先ほど新しく付け加えたこの制約ですね。これを持ってくればよろしいですよと。目的関数は使うこの、えっと、距離の和の最小化という形になるということで、これがその巡回整数版問題に対する正しい整数計画モデルになるわけです。よろしいでしょうか。まあ一応ですね、これはそのあのミラーアタックアセメリンの、えっと、論文に書いてあるので、まあその彼らの名前を とって、えっと、呼ばれるモデルということになります。ミラーアタッカーズメリンモデルというふうに呼ぶこともあります。でですね、よろしいでしょうか。で、これがその二つ目の、えっと、巡回整数環性版問題に対する整数規格モデルになります。まあ、特色としては、この今までやっていたのとは違って、この1から n というですね、広い範囲の整数をとってもよいって形にしているところがちょっと巧妙かもしれません。ではですね、その二つのモデルを比較してみましょう。 あ、そう、で、じゃまずせ、えっと、変数のソースと制約のソースを見ますね。変数の数は、えっと、元々のですね、ところでは、この、えっと、個のところの変数しか使わないってことになってたんだけども、えっと、この各都市、まあ、一番以外の都市に関する変数も増えてるので、そこだけ変数の数が増えてます。で、一方ですね、制約の数はですね、ここはですね、えっと、個、各個に対して制約1個あるって形になっているのでえ、で、えっと、デジ数制約とデジ数制約。 が、えっと、にかける、えっと、都市数あって、ここですね。ここの、そのか、えっと、えっと、えっと、J を1としない子だけ持ってくるので、こんだけ、この、新しく付け加えた、えっと、制約があるという形になります。でそうするとですね、これよくって、まあ、これ今から、あの、この、比較するんですけども、これはですね、非常に良いということになります。 でどういう意味で言うかというと、これ、あの、初めに紹介したモデルです。ダンチック・ファルカーソン・ジョンソンのモデルです。こちら今紹介したミア・タッカー・ゼメリンのモデルですで。変数のソースを見ると、まあ、えっと、この新しく紹介した方では、この π っていう新しい変数を使っているんだけど、増えてるんだけど増え方は超点数低いチ個しか増えてないんですね。だから、そんなに増えてないです。で一方で、制約の方を見ると、元々の,の,のダンチック・ファルカーソン・ジョンソンの方では、えっと、すべての、この都市の部分集合に対して、とかってことをやってたので、この2の 都市数上とかですね、こういうようなあの制約の数の増大があったということになりますけども、えっと、右の新しい方ではですね、このあの増える分が、この v の2乗ぐらいのオーダーにしかならない。 V の二乗のオーダーにしかならない。ってことで、この制約の総数の増え方が、えっと、小さいわけです。で、そういう意味で、この右の方は、この制約の総数の意味で言うと、この元々の、この元々というか、この、えっと、初めに紹介したダンジック・ファルカーソン・ジョンソンのモデルよりも良いということになります。で、まあ、変数の総数については同定と言います。という意味で、この制約の、えっと、えっと、観点から見ると、右の方がですね、圧倒的に良い。左方の方は、これ、あの、都市数に関して、 指数関数的に大きいんですけども、右の方は都死数に関しては、えっと、多項式的にしかならないということになって、非常に右の方が良いという形になります。一方でですね、今この右の方の良いことしか言ってないんですけども、実はですね、このトラベリング、えっ、ー、と、巡回センスマ問題を実際に解くというときには、右側はですね、あんまり使われません。使われるのは、もっぱらこの左側の方です。 もっぱらって言うと怒られるかもしれないけども、よく使われるのは左側の方です。それはなぜかというと、もう一つのモデルの比較の観点、つまり線形計画緩和を見たときに、左の方がですね、圧倒的に優れているからです。どういうことかって言いましょう。今ですね、えっと、観点としてですね、この二つのモデルを線形計画緩和をとって比較したいんですけども、一つ注意する点があって、それは何かというと、えっとですね、使っている変数数は違うわけです。で、えっと、 前々回かなその線形計画緩和を考えるときに、同じ変数を使うときには、えっと、線形計画緩和の共用領域が狭い方がいいっていうふうに言ったんですけども、ここでは違う変数を使っているので、まあそもそもですね、この共用領域というものが住んでいる空間が違うわけです。まあそこで持ち傷ですけども、まあ左の方はこの X という変数しか使ってない。X という変数で今2つしかなくて、この次元のように書いてますけども、この X という変数しかないっていうような空間で共用領域を考えてるんですけども、えっと、この右側の方の えっと、選挙計画緩和というか、えっと、モデルの方では、X という、えっと、 変数だけじゃなくて他にも変数使ってるのが、ここでは U というのこの三つ目の次元として書いてますけども、そんな感じになってる。で、このま、あこの図で言うと三次元空間。えっと、もう少し、えっと、ちゃんとした言葉で言うと先ほどの変数、増えた次元での空間における、ま、あその土地多面集合っていうのが、この右側の問題の選挙計画緩和の許容領域になってるわけです。で、この二つを比較しようと思っても、住んでる空間が違うので、ま、困るないうことなわけですね。で、一つの、えっと、 比較の仕方っていうのは何かっていうと、この二つは共通して X という変数を使っているので、っていう変数を使っているので、で右側の方では、この高い次元に住んでいる、えっ、ー、と、トった面集合をですね、この X の空間に遮影しましょうと。遮影しましょう。で、遮影したもので比べる。 とことをします。もともとですね、この左の方ではこの赤いのがこの X のという空間に住んでいる、えっと右側のモデルの線形計画緩和の共用領域だったんですけども、右側の方ではこの高い次元に住んでいる共用領域をこの X の空間に遮影して考えましょうというふうにします。で、この青いのがこ当に遮影したものだとします。 で、比べるのは、この青いのと、この元々の,この赤いものです。で、この時にですね、えっ、ー、と、実は言えることがありまして、何かっていうと、この赤い、この部分ですね、つまりこの左の LP 緩和、LP っていうのはこれ、えっ、ー、と、線形計画です。線形計画緩和の許容領域っていうのは、必ず、右の線形計画緩和の許容領域の、この X 空間の遮影に必ず含まれます。ただ、この左のような、この図のような形になっているということになります。 という意味で、この X という空間に制限する、まあ、遮影したところで考えると、左の方の線形計画緩和は、右の方の線形計画緩和の共有領域にこう含まれることになるので、左の方が良いと。この線形計画緩和の共有領域という観点で言うと、左の方が良いと。で、右の方が悪いという形になります。で、実際ですね、この良さがですね、非常に良くて、えっと、実際にその、えっと、巡回セーズ版問題を解くときには、この左側が使われるということになります。 で、これ、授業の時にも言ったんですけども、じゃあ、このたくさんですね、制約があるっていうことを、あの、が問題なんだけども、これは、じゃどうやって克服するのかというと、実は、この制約というのは、えっ、ー、と、解いてる最中にですね、徐々に追加するってことをやるっていうのが、えっ、ー、と、今後、あの、このアルゴリズムを説明するときに、あの、核になってくる考え方になります。で、それを通して、この、ま、左側のモデルを使ってですね、順位化やマ問題を解いていくって話を今後していこうと思います。はい。これが、あと、えっ、ー、と、 今回の補足になります。では、えっと、補足の動画以上になります。ありがとうございます。